だから一応使い方としては必死するのと終わったら使うみたいな形なんだけど、はい、ただあのやっぱり生物前半に走り切るの結構時間かかるから、うん、まあ、分野終わるごとにこっちを切り替えてやってもいいんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、細胞のとこ終わったら基本出て48やるとか。そうそう、武田塾チャンネル。久しぶりの企画なんですけど。何ですか今日の企画は。今日の一冊ってあの参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね、はい、はい。まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、ちょっとせっかくなんでいろいろまたね新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど。おー、ニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊ずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。高橋先生、はい、今回の参考書は何ですか。今回紹介する参考書は生物基本徹底48です。おお、寸大の、はい、うん、この本はどんな本なんでしょうか。あの何冊か出たんですよ、生物の参考書が、うんうんうん、で難易度が分かれてるものが主に3種類出てきまして、うん、まあ、その中で一番簡単なのがこの生物基本徹底ってやつなんですけど、うん、なるほど、うん、そのレベルの方を教えていただいて。これはあの必修整理ノートで入れた知識をそのまま問題演習するみたいな。なるほど、うん、問題演習なんですね。そう、はい、あの用語の穴埋めと、はい、あとその問題演習って形で、はい、で用語自体も必修整理ノートやってはまず大体答えられるだろうっていう。なるほど、うん、で、まあ、問題の方もいきなり解けたらちょっときついかもしれないけど、うん、まあ、でも扱ってる問題そのものはすごい簡単っていう感じですね、うん、で生物の最初のアウトプットの本だと。うん、やっぱりその必修整理ノートって武田塾では穴埋めで用語を覚えていく本を推奨してるじゃないですか。でそれを間違った使い方をしちゃう子は位置で覚えたり順番で覚えたり、うん、あの用語だけ覚えちゃったりして本当に理解した状態で覚えてない生徒さんって多いじゃないですか。そうですね、それがそういう生徒さんが生物基本徹底48をしっかりやれば、うん、自分が覚えられてるところと丸暗記になってしまったところは分かる、理解してるところとそうじゃないところはバレるようになってるんですね。そうですね。なるほど。で解けるからある程度問題で、はい、やっぱその定着率は変わってきますよね、うんうん、作業感がだいぶ減るというか、うん、なるほどですね。だから一応使い方としては必死するのと終わったら使うみたいな形なんだけど、はい、ただあのやっぱり生物前半に走り切るの結構時間かかるから、うん、分野終わるごとにこっちを切り替えてやってもいいんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、細胞のとこ終わったら、そうそうそう、基本出て48やるとか、そうそうそう、ホルモンのとこ終わったら基本出て48やるとか、そうそうそう、いいですね。そういう順番に進めていくのもありですね。まあ、それこそ定期テスト対策とかさ、模試の勉強っていう意味だと必死するのだけだとやっぱ辛いとは思うから、そうですね、そういうののためにもここまで一旦やって一通り仕上げるってことをやっていくやりやすいんじゃないかなっていうふうには思いますね。じゃあ基本徹底48の出来が悪かったですと、うんうん、もう全然問題解けませんでしたってなると必修整理ノートに復習した方がいいんですかね。まあ、それプラス解説読み込んで基本徹底のやり直し、はいはいはい、まあ、用語そのものが入ってないのはやっぱそれ必修整理ノートとか講義系の参考書を見出した方がいいんじゃないって話ですね、うん、なるほどですね、うん、じゃあここでアウトプットして生物の基本が身についているかどうかをチェックしていくんですよ、はい、うん、感じですね。だからセンターとかの過去問とか実践問題を挟むときはこれ終わった後にやった方がいいですね。なるほど、うん、はい、分かりました、はい、今回の生物基本徹底48の紹介は以上になります。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。